ダースロー一世は、ハンガリーの国王で、聖王とも称される。クロアチアやダルマチアにまでハンガリーの勢力を伸長させた。カトリック教会で成人。1040年、ハンガリー王ベーラ一世とその日、リグザの息子として、ポーランドで生まれた。前王で兄であった、ゲーザ一世の死を受けて、1077年に王位を継承した。即位後、 初代国王イシュトバーン一世をハンガリーのキリスト教家の土台を築いたということで劣勢した。この劣勢にはアールパード・朝の王としての自身の正当性を強化しようとする狙いがあったと考えられる。ラースロー一世が即位した1077年はカノッサの屈辱が起こった年でもあり、当時のドイツはジョニーケン闘争の最中にあった。この頃、 ローマ王の圧力に苦しんでいたラースローは、教皇グレゴリウス7世を支持することで、ハンガリーに対するドイツの脅威を軽減させようとした。正方で、政治的混乱が続いていたことは、ハンガリーの身長を容易にさせ、トランシルバニアやドナウ川下流にまで勢力を伸ばした。ラースロー1世は、ハインリヒ4世の対立皇帝、シュバーベン公。 ルドルフ・フォン・ラインフェルデンの娘アデライデと結婚した。二人の間には一男三女が生まれ、娘ピロシカは、東ローマ帝国の皇帝ヨハネス2世、コムネノスの皇后となった。一方で、1089年に、クロアチアで王家が断絶したことを受け、クロアチア王家と隕石関係にあったラースローはクロアチアを征服した。さらに、 アドリア海沿岸のダルマチア諸都市にまで影響力を行使した。しかし、アドリア海沿岸への進出は、ハンガリーが複雑な対外関係に巻き込まれる結果も招いた。当時ダルマチアを狙っていた勢力としては、東ローマ帝国、ローマ教皇、ベネツヤなどがあったため、こうした勢力拡大は諸勢力との間に構想を引き起こした。当時の教皇ウルバヌス二世が、 ダルマチア支配を認めなかったため、ラースロー一世は、対立強行クレメンス三世を支持することになった。1995年にラースロー一世は死去し、後に劣勢された。聖王とも称され、現在に至るまで、ハンガリー民衆に愛される王の一人である。ありがとうございます。